皆さんおはようございます。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか。私は元気にしております。寝起きの一人語りスタートさせていただきます。あー、おいしい、おいしいです。あー、皆さん月曜日ですね。ちょっと今日寒いな。ちょっと寒いですか。僕が起きたばっかりだからヒーターつけちゃおう。いや、昨日は夜飲んだな、夜中まで。はい。さてと、今日はね、ちょっと外出する予定があるんで、逆に YouTuber ゆるりとやる感じですね。はい。皆さんどうお過ごしですかね。仕事ですよね。はい。僕もちょっと今日仕事します。はい、ちょっとだけ。はい、もう市場空いてますからね。はい、もう今できますね。まあちょっと、またちょっとあれですね、作戦変更じゃないですけど、作戦追加ですね。いや、うまくいくといいですよね。よし、今日はテレビを聞きながらね、昨日は報道番組たくさん撮りましたから、はい、今日はそれらを聞きながら家事をしてって感じですね。はい、その前にちょっと仕事しようかな。はい、それからだな。仕事終わらせてからシャワー浴びよう。はい、やっぱりちょっと寝ようかな。さっきからあくびばかりしますね。昨日飲みすぎたのかな。すごい変な夢見たんですよ。もう気持ち悪い夢を。もうだから寝た方がいいのかな。いや違う、寝たらいけないのかな。
や、僕最近、昨日か、僕は変人じゃないってことが分かりました、はい、本当の変人と比べたら僕は変人じゃないんだなってことが分かりました。まあそれを知ってどうするんだって感じです。僕は周りから、自分の周りから変人って言われるんで、そこが変わらない限りどうしようもないんですけどね、はい、もっと変人がいるってだけで、いや、まあ変人は変人なりに頑張りますよ。はい。そうですね。頑張ります。頑張りますよ。やっと起きてきました。起きてない。はい、はい、ということで、寝起きの一人語り以上で終了でございます。また次の配信、また別の配信でお会いしましょう。僕はもう一回寝ます。さようなら。